参ります。大空かける一羽の鶴、あなたのもとへ舞い降りる。これは鶴が人の姿となり、ある男に恩を贈る物語である。鶴は言った。旗を折るところを決して覗いてはなりませぬ。京都町の今年のテーマは思いやり。鶴の恩返しを京都町が新たに描き、相手を思い、その思いを伝える大切さを表現しています。灯ることを願い、鶴のそばに寄り添い続けた。